足、余ってない？え、何その質問、怖っ。パソコンの作業をしているとき、足、余ってない？言われてみれば、確かに持て余しているな。ってなわけで、じゃん。USB フットペダルスイッチ。なんぞこれ。木でパソコンを操作するためのデバイスだよ。ペダルが3つついていて、各ペダルに、ショートカットキーなどの機能を割り当てられる。パソコン作業時に、持て余している足を有効活用できる。ある種の、作業効率化というわけか。あと、腱鞘炎対策に使えないかと目論んでいる。そうなんだ。ちなみにお値段は？購入した時は、Amazon で4280円だったよ。高いのか安いのか、私にはわからない。パソコン用フットペダルの中では低価格の方みたい。有名メーカーのものだと1万円を超えてくる。ひえ。いざ開封。恐ろしくシンプルなパッケージだな。まずは保証書。保証期間は90日。保証期間は短めだね。耐久性に自信がないのかな。次は説明書。日本語のものが不足していたよ。いよいよ本体だ。内箱を開けて。と、ジップロックみたいな袋に入っているな。うん。見るからにフットスイッチだ。見るからにフットスイッチだね。押した時の音はこんな感じ。音は結構大きいね。スイッチの音に加えて、強くペダルを押し込んだ時に、土台のプラスチックにぶつかることで、さらに音が出ている。そういうことか。表面はこんな感じ。裸足で使うと、表面のデコボコが少し痛い。スリッパか靴下を履くと良さそうだね。サイズは思っていたよりもコンパクトで良かった。A4 コピー用紙と比較するとこんな感じ。A4 コピー用紙から少しはみ出すくらいかな。質感はどう？期待はしていなかったけれど、作りは雑な印象。もう少し頑張ってほしいところだ。ドライバーは本体の裏側にくっついているので、見落とさないよう注意。とはいえ、公式ウェブサイトからダウンロードしてしまったので、結局、このディスクは使わなかった。不憫な CD。そういえば、ちっちゃい延長ケーブルが付属されていた。なぜ？一応、Amazon には、近接する USB ポートの邪魔になる場合に、便利なミニ延長ケーブルが付属します。と、言われてみれば、USB 端子の持つところが少し大きいかな？この銀色のシール。なんか怪しい。え？ほら。あ。なるほど。このデバイスは、もともと PC センサーという会社の製品らしい。調べてみたら、深センの会社みたい。そこから輸入してきてるんだな、きっと。さて、せっかくなので分解してみよう。保証も効かなくなるし、危ないから、みんなは、真似しないでね。約束だぞ。ほら、めちゃくちゃシンプルな設計だ。バネとスイッチだけ。ある意味、頑丈そうだし、修理しやすそう。確かに。真ん中のペダルはどうだろう。マイコンとか、基板とか入っているのかな。ほら、あれ、こっちも、バネとスイッチ、それに、左右のペダルへの配線だけだ。マイコンと基板は、どこにあるんだろう。こっちにも、PC センサーって、バッチリ書いてあるな。3つ目のペダルも開けてみよう。ほら。こっちもバネとスイッチだけだ。マイコンと基板はどこに？まずは、元に戻そう。バネを戻して、シャフトを差し込んで、ネジを回せば、よし。マイコンと基板があるとすれば、残るはここだな。さっきの USB 端子のところ？ほら。いたいた。マイコンと基板発見。こっちにも、PC センサーって書いてあるが、製造日なんかも書いてある。さて、マイコンと基板が発見できたので満足。元に戻そう。よし。完了。ちなみに、こんな感じのソフトを使って、各ペダルに機能を割り当てていくよ。なんだか、懐かしい気持ちになる UI だな。使用感はどう？あんまり期待していなかったのだけれど、普通に便利でびっくり。考えてみれば、車やピアノも足で操作するペダルがある。足で何かを操作すること自体は変わったことではない。足用デバイスにはまだまだ可能性が残されている気がするな。いろんな足用デバイスが出たら面白そうだね。ってなわけで、今回は USB フットペダルスイッチのレビューでした。またね。汝、持て余し足を解放せよ。何言ってんの。良ければ他の動画も見ていってね。それではまた次の動画でお会いしましょう。デジタルものづくりチャンネルでした。